今ですね、ちょっと緊急で動画を撮影しているんですけれども、今さっきレッスンをしようと始めようとしてたら、すぐねちょっとミーティングがあってレッスン中止になって、でそしたらですね、あのバレエダンサーは感染してないんですけれども、コロスケに感染したその濃厚接触者に、バレエダンサーの何人かがなってしまったので、とりあえずですね10日間の自主隔離となりました。いやー、よいしょ、ちょっと一旦座ります。はい、でその濃厚接触者にあたるバレエダンサーたちはその検査をしたのか、これから検査するの待ってるのかわからないんですけれども、まだ感染してるかしてないかはわからない状態です。でもし本当に感染してたら、昨日もね普通にレッスンをしてリハーサルをして普通の生活をしてたので、結構ねやばいと思います。もう60人ぐらいかなが濃厚接触者になっちゃいますね。今の気持ちは本当に怖い、ただただ怖い、もうね感染してないことを祈るばかりっていう感じですね。でちょうどね昨日たまたまそのコシテにも劇場があるんですけれども、そこのバレエダンサーもどんどん感染しているっていう話を聞いてて、でこのスロバキアの劇場はまだ一人もねそういうケースがなかったので、逆になんで誰も何もないんやろうなって、でもまあそろそろ来るよなーってね、たまたま本当にちょうど話してたところで、それからの今日だったので、ああもうやっぱりとうとう来たかっていう感じではありますね。こんだけ感染者が出てて、もうね、いつ誰がかかってもおかしくない状態ではあるので、まあでもとりあえずはその濃厚接触者っていうことで、まだね、その感染決定したわけではないので、とりあえずもうとりあえず祈る。うん。もう感染してないことをもうみんなで祈ってるって感じです。で、なので今日からですね、とりあえず10日間は、自主隔離、できるだけお家にいないといけなくなってしまいました。でね、せっかくね筋力とかねだいぶ戻ってきてたのに、ここでまた10日間休むのかと思うと結構辛いんですけれども、あの公演がねなくなった時にちょっとね落ち込んだんですけど、皆さんがねあのすっごい励ましのコメントをたくさんもらって、で私もねこんなことで落ち込んでたらあかんわって、命あるだけで衣食住あるだけで、仕事がクビになってないだけで、ちゃんと給料ももらってるだけ、それだけでもうそれ以外何もいらんなと今は思うので、でなので今お家でできること、トレーニングのゴムとか持って帰って、できるだけ筋力が衰えないようにちょっとやっていこうかなと思います。でこの動画を載せてる前日に多分リハーサルのね映像を載せてたと思うので、ちょっとね皆さんギャップがすごいかなと思うんですけれども、リハーサルはですね9月末に撮ってた映像で、その時はねまだ公演がキャンセルっていうことすらもそういうこともなかった時だったのですごいですねこのギャップが、この日々のね変わりようがねすごいですね。なので皆さん、私たちバレエダンサーのですね無事を祈っていてください。でもね、いやほんと大変な世の中になりましたよね。で今までこう踊るっていうのは私にとってもう普通のことだったので、こう仕事があるだけマシとか給料あるだけマシとかね言ってるのってね想像できないですね、昔の自分は当たり前が。で今日から10日間、とりあえずねお家で自主隔離っていう感じなの でたくさんね時間もあって、何か有効活用したいなと思って、で質問コーナーをですねしてほしいっていうお声をちょこちょこねいただいておりまして、でチャンネル登録者様もですねありがたいことに2万人を突破しましたので、久しぶりに質問コーナーをやりたいと思います。できるだけねいろんな質問にお答えしようと思っておりますので、どしどし今回のね動画のコメント欄に書いてください。今日はですね iPhone 撮影やし、ちょっと三脚もなかったのでブレブレだったんですけれども、申し訳ありません。本日もご視聴ありがとうございました。チアコはですね今のところとっても元気なので安心してください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。